はいどうも、僕です。あのね、えっ、ー、と、前の動画でさ、僕の奥さんと一緒に、ちょっとその、こっそり、新しくコンテンツ配信というか、情報発信をしてますよって話をしたと思うんですけど、えっ、ー、と、それをやってましたら、奥さんの方からですね、えっ、ー、と、その、分かってると。 その今までこのあなたのことを見てきたから分かってるけどこれをずっと続けていけばいいっていうことも分かってるんだけど果たしてこのことがやっぱりそのこのままやってていいのかやってて意味あるのかや,らやってもやらなくてもその変わんないんじゃないかみたいな思いにとらわれてしまうけど それはダメなんだよねっていうような話をされてそうそうそれはダメって言ってで何が言いたいかっていうとあのね我々スキルがないんですよスキルっていうか特にそのこう目立つものがないしこれ俺すげえできますって言ってたらもうすでにそのジャンルで仕事してるはずだからさあんまりないんだよね。で僕だってじゃあ YouTube で偉そうにしゃべってるけど何があるかっつったらその多重債務と元探偵ですよぐらいなもんだったわけだし。 で、世の中多くの人たちもそうじゃん。で、そういう人たちは、やり続ける以外のスキルがない。から、やり続けないといけないの。で、ちょっと前に、あの、YouTube で見つけたの、なんか、シングルファザー。ファザーじゃないの。シングルで、その、弟さんの子供を引き取った男の人。不思議じゃないだから、僕で例えると、僕が兄貴で、弟、まあ、その、全然会ってない弟いるんだけど。 弟の子供を僕が引き取って育ててますみたいな30代半ばぐらいのあの男性が YouTube やっててっていうのはそれあのまあ YouTube で話してる内容だからいいと思うんだけどその弟さんが自殺しちゃったんだってで子供が二人残されたんだってでその自殺した弟さんのその嫁嫁はクソなのクソらしいのもうクソだって言ってるから 動画の中で,で、えー、子供を、その母親も捨てちゃったんだって。弟さんは死んで、お父ちゃんは死んで、自殺しちゃって、母ちゃんは、その子供いらねえつってって、どっか逃げたと。あのー、ほか、よその男のとこ行ったらしいんですけど。で、子供二人残された。なると、施設行きか、家族が、家族っていうか、親戚が引き取るかじゃないですか。で、引き取りましたっていう人が、YouTube やってて、やり始めてて。 で、その動画はね、もうその公開から1週間ぐらいでなんか多分300再生近い。270、80再生、万、270、80万再生ぐらい行ってて。で、チャンネル登録者もまあ7、8万人ぐらいなってて。で、僕もチャンネル登録したんだけど、あ、これはガチめなやつだと思って。うん、そういうのない <laughs> 我々。で、それはもちろん不幸だから、そう、そうなればいいって言ってるわけじゃなくて、例えるならばの話ね。 そういうのない。そういうそのつかみみたいなものない。そんな我々がちょっとでも成功に近づいていくためには、やり続けるしかないんですよ。それ以外何ができるの何のスキルがある僕だったら、まあその、多重サイムでした。それ終わっちゃって、<laughs> ね。<laughs> 元探偵でした。もう遥か昔の話ですよ。もうないから。うん。ないとなると、もうやり続けるしかないんですよね。 で、やり続けていく中で、えー、まあその挫折していく人たちがたくさんたくさんいて、で、挫折しない人、その頭おかしいがゆえに挫折しない人と、成功するとかその成功に近づくって分かってるから、今までの経験則、経験上のその、なんだろう、知識にのっとって、やめるってことしないって僕みたいなタイプと多分二通りぐらいあると思うんですよね。 だから、まあ、あの、そんな感じで諦めずにやり続けてきて、えー、今6月でしょ去年の9月に始めたんだもん、ゲーム実況、こっそり。だから、あと3ヶ月で1年なんですよ。うん、だから今、その奥さんにも言ったのは、そのゲーム実況の話とかもして、そうだろうと。あのー、要は、ある程度結果出てるだろうと。1年やってみれば、何かしら結果出るし。出なくたって、少なくとも多分1年やれば自信になるし。うん、だから、ここで、えっ、ー、と、何もすぐ結果が出ない。 ええと、例えばフォロワーがつかない。まあいろいろあると思うけど、諦めちゃダメなんだと。いうことをお伝えしてます。はい。ですので、あなたもぜひ、あの、そのね、なんだろう、ブレないで、弱メンタル。弱メンタルブレないようにして、それをバスターしていってください。と <laughs> いうことで、あのね、チャンネル名、弱メンタルバスターズにしたの。 うん、あの全然いいの思い浮かばなくてもう稼ぎ稼ぎっていう感じだともうその猛者がいるしちょっと違うのかなと思ってでまあその、まあ、人生をでもゆ豊かに楽しく生きるっていうで力強く戦い続けるためには正直金も必要なわけでで金をその自分の力でねじり取るっていうねこれいい意味であの悪い意味じゃなくてこうその自分の力で努力して努力して努力してで稼ぐっていう。 これは戦いなわけじゃんだからそれは変わらないそれはそのメインとしてあるんですけどでもちょっとそのまあ私も弱い今年で41位になろうというところですがまあその弱いねメンタルをねそのまあぶち壊してというかメンタルサルベージャーはサルベージャーの方であるから <laughs> バスターズかなっていうねその一般向けバスターズかなと思ってバスターズにしたけど これ恥ずかしいね。<laughs> 言うの恥ずかしいね。うん。だから、まあ慣れていくのかもしんないですけど、うん。そんな感じでチャンネル名は変えました。はい。まあまた変わるかもしんないし変わらないかもしんないですけど、とにかくそのやりたいこと、僕は楽しくやり続けるんで、皆さんもぜひ頑張ってください。今回は以上です。